はい、どうも皆さんこんにちは、ミザです。本日はですね、まあなんか懐かしいというか珍しいのかな、雑談動画となっております。で、まあ今回の雑談の、内容はと言いますと、次の決戦星の子戦場から、グラブルの難易度がちょっと変わるんですよ。つまりどういうことかっつうと、星の子戦場の今現在 EX プラスやってるじゃないですか。で、まあ EX プラスって全部の起点だよね。お肉を集めてヘルを発射するみたいな感じになってて、すごい大前提のものみたいな感じになってるんだけど、エクストリームプラスがエクストリームに落ちる。で、エクストリームに落ちた後、エクストリームプラスが改めて作られるっていう告知がこれからのグランブルーファンタジーで出たんですよ。まあちょっとそこら辺で、まあ僕の編成についてのお話みたいなことを今回はできればなというふうに思っております。で、まあ風より古戦場、次が風より古戦場になってるんだけど、あれだよね、次の古戦場から始まりますよね。まあだから、そうですね、装備とかの更新をしなきゃいけねえんだろうなっていうふうに個人的には思ってるんだけれども、まあ何にせよ、強さは据え置きっていうふうになってるんですよ。明言されてるんですよ。だから強さが据え置きで、さらに強いものが出るっていう風になってるんですよね。まあそれがどうなるかわかんないんだけど、やっぱ肉集めっていう風になるから、既存の編成からもうちょっと単純に敵が強くなるっていうことを想定すると、ダメージ的に上げなきゃいけないっていうような感じになってるんですよね。で、まあ僕が今使ってるメカニック、風のメカニックの2ポーチ編成がこれなんだけど、まあこれで1550万出るような感じになってるんですよね。ちょっとじゃあ実際にやってみましょうか。まあエクストリームでね、エクストリームの方が効率がいいよみたいな感じになるのは、個人的にはちょっとさ、どんな感じなんだろう。 220、270、 やっぱシエで強いな、こうやって見ると。320、オーカザンゲ200ぐらいかな。まあ、プラスを振ったらギリギリ1550だけど、今現在が、1403、あ、それでも結構出てますね。1430出てるんだね。で、ここからじゃあダメージを伸ばすっていう風に考えると、でもね、風属性はすっげー楽だと思ってるんですよ。で、どういうことかっていうと、いや、これは押しといてよかったなっていう風に思ったんだけど、風属性に関してはフレイが存在するんだよね。フレイいいよね。ちょっとこれをやって、で、風を初手召喚できるから、フレイって。だから初手フレイ召喚みたいなムーブで一気にダメを伸ばすんだよね。で、弱体成功率も上がるから、メカニックちょっと召喚で、メカニックのミゼラブルミスト打ってるじゃないですか。だからとりあえずこれでダメを単純に伸ばせるっていう風には思ってるんですよね、僕の場合。ただこれで足りるんかな、実際どんぐらい出るんでしょうね。今さっき1400万ぐらいやったけど、フレイとミゼラブルミストっていう想定。やっぱりここら辺のアビポチはあんまり押しても、なんかめちゃくちゃな効果を望めるわけじゃないから、あんま押したくないよね。で、シエテを1アビの、1アビ敵のトリガーを考えないとしてね、シエテの1アビ、この扇殴りで、その後シエテ1アビで3アビクオレディレオネ、これを使って2ターンで締めるっていうのも一応考えてはいるんだけど、ちょっとそっちはね、なんか時間的に厳しいもんがあるよな。肉効率があまりにも良くないとやりたくない最終手段って感じなんだけど、まあこれが今フレイとミゼラブルミストを組み合わせたダメージになってる。どんぐらい出るんだろう。1700とか出れば、だから強さがどんぐらいになるのかわかんないところはあるんだけどね。320、あ、やっぱ火力出るな、すげえ出るわいいね、これいいじゃん。280万、これもうちょっと伸びるんじゃないかな。ダメ上限いってないこともあるだろうから、1900万ダメも出るんだね、これだけで。あ、やっぱフレイが強いんだなっていう感じでね。まあ一応次の想定、まあ古戦場の古戦場の想定95ヘル想定もしてるし、エクストリームの現状の想定もしてるけど、ちょっとさらに先へ行くっていうところで、まあティアマト
あの拳ティアマトの拳のマグナみたいなのがちょっとこう使う可能性が高いんじゃないのっていうことで、まあ、あのティアマト拳のごとつはちょっと2本作っといてもいいのかなっていうふうに今現在は思ってる俺のいろいろな話だけど。で、まあ、やっぱなんでかっつうとここら辺メカニックの、まあ、メイン武器にごとつを使うっていうからティアマトボルトマグナは最低1本、まあ、あと普段使いでね3本ぐらいは作っといてティアマトボルトマグナは問題ないと思うんだけど、ここで火力を上げたいですよっていうような、もし本当にねエクストリームプラス新生エクストリームプラスがバチバチ強くて、まあそういう風になった時にこう限界ギリギリの攻め攻めの攻めみたいな感じのことをしなきゃいけないっていう風になった場合、やっぱそういうところでこうティアマトボルトマグナのスキルレベル20よりも、ティアマトガントレマグナのスキルレベル20の方が使いやすいんで、うん、あの普通の鋼人武器はオールドナラクーバラになるだろうから、うん、オールドナラクーバラプラス砲陣枠2本っていう意味合いでティアマトガントレマグナ2本の価値が高まったのかなっていうふうに今現在は思っているかな、うん、まあ、正直ただ風はフレイが初手召喚できるっていうところで EX プラスに関してもなんかこうめちゃくちゃな苦戦を強いられるっていうことは正直ないんじゃないかなっていうふうに思ってて、ただ、うん、まあその風有利子戦場の後になんか揺れ戻しというか、まあ、まずフレイが使えなくなるよね、弱体成功率アップがなくなっちゃうから、ちょっとそこら辺になんとかできんの、アビポジだけで対応できんのかなっていうのがちょっと俺は気になってるっつまあそんな感じの雑談かな、うん、まあ、あと風属性が実際あの今のプレイングで今1900万ダメージ出たから大体2000万ダメージぐらい出るっていう編成だったんだけど、まあそれが全然足りなくてダメージ3000万欲しいですよみたいな感じになった場合、あのシエテの1アビを込めなきゃいけないじゃないですか、シエテ1アビでその後1アビ3アビっていうムーブで2ターン締めの考えをしなきゃいけないっていう風な、2ターン締めだったら奥義硬直とかがあってめんどくさい、だからエクストリームやった方がいいよね、戻った方がいいよねみたいなのは俺はあんま好きじゃないんですよね、うん、なんかそういうのはねちょっと更新されるといいかななんていう風に思ったりするわけですけれども、まあ実際どんな形に運営が落ち着けてくるのか僕はちょっと楽しみにしたいなっていう風に思ってるっつう話でした。まあただ風はフレイが強いねと、まあ僕はねサプチケ相談室の時に、ね、もうものすごいフレイを押してたんだけど、まあ押してたフレイが、まあ、早々に輝きそうで良かったと思っている次第でございますっていう感じの雑談動画でございました。皆さんの参考になれば幸いです。皆さんがねちょっとこう次の古戦場のエクストリームプラスをどういう風に見てるのかみたいなのがあったら、もうよければ下のコメント欄に書いてもらえればなという風に思います。そんな感じの動画でございました。それじゃまたお会いしましょう。ゆる動画でした。じゃあね、バイバイ。